セガステップアウト、良かったですからね、はい、でも久しぶりにコストのいい演技が見られて良かったです。さあ変わっては日本の浅田真央選手です。ショートプログラム第2位でした。1位との差は2ポイントくらいでした。バンクーバーオリンピックのご存知銀メダリスト、2008年の世界チャンピオンです。昨年は世界選手権の表彰台に乗ることはできませんでした。いつもパーフェクトに滑りたいということを話している浅田真央選手、プログラムは鐘です。トリプルアクセルですね。なんとか大丈夫だと思うんですけども、はい、微妙です。もう一度いきます、はい、コンビネーションにならなくちゃいけないですね。どうでしょうね、今のやったという形が、はい、とてもスムーズだし、はい、いいんじゃないかと思います。トリプルフリップダブルトリップジャンプですね。これは良かったですね。このスピンも良かったです。高さがあってよかったです。良かったですね。これはオリンピックの時はここで失敗してしまったんですよね。まあ良かったですよ、とっても。ダブルアクセルです。ストレートラインステップシークエンスですね、はい、音楽十分表現してるんじゃないかなと思いますね。なんか氷に落ちてますね。そうなんですね。体全身で音楽を表現してますね。とってもいいんじゃないでしょうかね。演技だったとお伝えしたいです、はい、素晴らしい演技でしたよね、
日本の浅田真央選手の演技でした。思いも伝わってきましたですね、本当に頑張りましたよね、素晴らしい演技だったと思います。そのジャンプの回転が足りていたかどうかということはもう一度見てみないと難しい部分はあるかもしれません。 でも十分に本当に完璧な演技として、流れは良かったんじゃないでしょうかね、トリプルアクセルも大丈夫じゃないかなと思うんですが、はい、とはね、ジャッジが決まるそうなんです ですね。本当に微妙な部分も厳しく採点されているというのが今回のこの女子シングルの大会になっています。そうですね、今シーズンはオリンピックが一番の目標だった、終わってみて安心してしまった、トリプルアクセル3回やって一区切りという気持ちが湧き起こって力を抜けた、そこから気持ちを上げるのが大変だったというコメントを彼女ショートプログラムの後にしています、そうでしょう ねだと思います。やっぱり、世界選手権に出るんだと前から言ってましたけれど、それでも大変だったと思います。ここですね、最初のトリプルアクセルですね。どうでしょ う、見方によっても随分角度によっても違うんですよね。そうなんですね、知れないですね、でも流れとしてはとっても良かったんで、良かったんですよね、もうこれ会場で見てておーという感じですね。そうですね、ジャンプも回転不足を取られやすいジャンプの一つではあるんですよね。そうなんですよね、難しいんですよね、もともとね、こう回転を利用して飛ぶジャンプですので、 そして彼女今回何といってもトリプルトーループをちゃんと入れられたことは大きかったですね。良かったですね、得点が出ました、 129.50 です。これだと彼女は1位になれるはずです。そうですね、はい、197.58 です。良かったですね、ただこの得点ですと多分回転不足を取られていると思います。